USS ノーザンプトン出撃します。艦隊前へ。どうも、こまやんです。今回は天霧海にの任務ですね。海特型駆逐艦天霧海に出撃室の任務攻略をやっていきたいと思います。この任務は天霧海にまたは天霧海に艇と青葉、大井、さぎりから2隻編成して 2-2、7-3 の第2ゲージ、5-1、5-4、6-4を各1回 S 勝利で達成です。指定艦が3隻なので難易度は結構高めかなという任務になっています。まずは 2-2 です。編成が戦艦空母なしの水母1、駆逐2、従順級以下3隻の編成です。ルート固定に水母1、駆逐2隻必要なので駆逐2は指定艦のさぎりと天霧海に、あとは青葉か大井のどちらかを編成します。水母に水戦や水爆を装備してボスマスの制空を取ります。最低航空優勢の取れる制空41条に調整しておけばいいと思います。敵の突撃を許すな。サミダレを集めて林って場所だっけ。93式酸素ギャラやっちゃってよ。日清公表的だ。いいね、燃える展開だ。撃ちます。ファイヤー。ようけいただきじゃ。攻撃開始。引き返したいところだけれど、ファイヤーだから。敵の突撃を許すな。サミダレを集めて林って場所だっけ。青葉取材。あ、いえ、出撃します。次が 7-3 の第2ゲージです。編成がハグロ、神風を含んだ従順3、駆逐3です。潜水艦マスが1戦増える準最短ルートですね。神風を足柄に変更も可能です。指定艦を青葉、さぎり、天霧海にしています。ハグロ、足柄、神風に大井、さぎり、天霧海なら最短ルートで攻略可能です。今回の編成だと従順にザラかポーラを編成すると制空が取れるので連撃でネキを処理しやすいかなと思ってこの編成でやりました。どちらの編成でも期間限定任務の南西海域節分作戦2022の任務攻略を同時に消化することができます。よく見えますね。敵艦発見。放船用意。ポーラ、いい、見てなさい。ザラ級の戦い始めます。四方、前方の敵艦に思考。撃ち方、前方始め。開いてみなさい。敵はまだこちらに気づいてないよ。いいね、燃える展開だ。撃ちます。やりますね。撃ち方始め。よく見えますね。被弾どこ。沈むもんか。も追撃しちゃうぞ。索敵も砲撃も雷撃も青葉にお任せ。勝利を提督に。続いて 5-1 ですね。編成が戦艦1、軽空母1、軽巡1で大井、さぎり、天霧海の高速統一です。この場合は上ルートの最短ルートになります。大井は青葉に変えても同じルートになりますね。軽空母で制空130ぐらいに調整しています。道中は制空確保、ボスマスは編成次第なんですが空母を級1隻編成までは航空優勢取ることができます。お級が2隻出た場合は制空拮抗ですね。また青葉、さぎり、天霧海の3隻にすることで新編成三河艦隊徹底海峡に突入せよを同時消化可能です。まあ、やるなら、まあ、鳥海、過去、古高、衣笠から、どれか3隻って感じですかね。海の藻屑となりなさい。
たいな。勝手は春菜が許しません。いいね、燃える展開だ。直撃じゃねえんだ、私は沈めはしない。まだ走れる。やっちゃってよ。艦載機があれば私だって。サギリ撃ちます。ほーら、そこにいるでしょ。全力で回ります。艦載機があれば私だって。うん、夜が出よう。なーに、これもビッグセブンの務め。気にするな。次が 5-4 です。編成が戦艦1、航空戦艦1、航順1、大井、さぎり、天城海員です。渦潮マス経由の主要ルートですね。ヒューガ海員と航順でボス航空優勢の制空140以上に調整しています。野戦マスを通るのでネルソンや長戸型海員を編成して特殊砲撃突破もありですね。 5-4 も 5-1 と同じく青葉、さぎり、天城海員の3隻にすることで三河艦隊任務を同時処が可能です。よし、ラム酒を出そう。エネミーイズインサイト。おのおの方、さあ始めるぞ。敵艦隊見てた。海の藻屑となりなさいな。うわっ、キモ。突撃一択だ。サギリ下がりません。要は各艦がその責務を全うすることを期待する。続け。うわっ、キモ。戦艦長門、出撃するぞ。続け。最後が 6-4 です。編成が戦艦1、航順1、秋津島、青葉、さぎり、天城海員。編成条件上最短ルートを通る場合は長戸陸海には使えないです。戦艦は長戸海員を使ってます。特殊砲撃なくても大発装備できる長戸は優秀ですね。または伊勢型海員とかゴスロ戦艦使うのもありですね。そして航順は最上海員特で対地装備詰めて相変わらず強いですね。ここまで来るとは。サミダレを集めて生やしって場所だっけ。皆さん、ご用意は。全主砲、戦車、いいでしょ。テーン。火力がちょこっと足りないのかしら。今の僕は負けないよ。甘い甘い。敵はまだこちらに気づいてないよ。サギリ、撃ちます。最後に任務達成報酬です。選択報酬が2つあります。1つ目が勲章か補強増設です。突撃よ。
まあこれは好みでいいですが、設計図足りないなら勲章ですかね。そして2つ目、戦闘商法か天霧会員補正のある B 型海魚か三連魚雷攻撃型、装備はどちらも星4がついてます。天霧会員は、まあ、どっちの装備も2、3本目装備しても装備ボーナスがあるのでどちらも魅力的なんですが、三連魚雷攻撃型が3本ない場合は魚雷がおすすめです。天霧会員は運も高く魚雷カットイン化にできるので、三連魚雷攻撃型を3本装備させたいので個人的には魚雷をおすすめですね。3本ある場合は好みでいいのではないかなと思います。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。集めて林って場所だっけ。よろしく。